こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。ファーストスイングですね。やっぱりもうかなりの方がファーストスイングやっぱりできない、やっぱりできないということですね。まあ、どういうふうに左手でコンピングすればいいかということですね。早いのがレガートができても今度左手と右足がついてこないんですよってお話なんですけど、まあこれはもう頑張ってやるしかないってやる、頑張ってやるしかないんですが、僕がいつも、まあ生徒さんに教える、やり方で、まずは大きく捉える、そして細かいところ、要は演奏ってそうなんですけど、早いテンポってみんなここで一生懸命なりすぎるんですね。じゃなくてこの演奏を大きく捉えて、であとやっぱり速いテンポって、これ菅沼高等さんでも言ったんですけど、どっかで休みどころを作らなきゃいけないという、要はやっぱ疲れちゃうんで、ずっとそれをキープすることはちょっと不可能、まあそれをやるっていうのはもうほとんどアスリートみたいになってしまうんで、なのでやっぱりこう手をこう休める休めどころを見つけなきゃいけないよねっていうお話なんですね。で、それのやり方と、でこう大きく今度捉えなったら、こう細かいサイドもちゃんと見ていくということですね。だからこう、4ビートをやっていて、通常のレベルがあったら倍速がファーストで半分がバラードになるわけでしょ。でそのどの要素も常にできるようにしておくっていうのが、これがすごい大事で、こう真ん中のテンポができるようになったら、今度みんなファーストでこう悩むじゃないですか。でバラードもこうどうしていいかな悩むんですけど、結局ファーストとバラードって同じような次元にいるんですよ。そこら辺なんとなくだんだん分かっていくように、まあ、結局いろいろやらなきゃいけないんですけど、まあ、曲でやるのは、まあ、教材買っていただくという形にしますけど、この基礎練習的なものは、ここでやっていただいて、でこう曲ごとにやっぱりこういつも言ってるみたいに、曲ごとに この曲のコード進行の時にはこれがある、そうすると似たようなコード進行の時には同じものが使えるみたいな、こう芋づる式に曲で覚えていかなきゃいけない部分と、やっぱりこうただテクニックだけを上げていくっていう部分と両方サイドがあるんで、でまあこの基礎練習のところはまずそのテクニックのところですね。で、まずそのここに譜面が出てますが、最初クラッシュしたら、4ビートっていうのは基本的には裏から始まるといいんですけど、ちょっとこれ分かりにくいかもしれないですが、例えば2小節目の頭からレガート始めたとすると、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。そうすると、2からまた始まって、ミューってこう盛り上がっていく感じに聞こえるんですね。ジェフ・アッツはこれをわざと使うことがすごく多くて、こう、わざと一旦停止して、ここから加速するみたいな。要はこう、今からこう、加速していくって感じと、もうすでに加速したものに飛び乗るっていうのが裏拍なんですね。例えばちょっとわざと、まあここに書いてある、じゃあ4拍目でやってみましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、こううまく飛び乗れたかなという、ワン、ツー、ドンドコドンドコドンみたいなと、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーだと、ここからこうなんかエンジンがかかっていくみたいな感じね。だから一旦そこでこう加速していくかっこよさもあるし、そのまま飛び乗るかっこよさもあるので、これ両サイドを覚えてもらえばいいんですが、ただ、普通に演奏してる時に毎回加速してると、だからジェフ・アッツなんかもそうですけど、テーマの部分のあちこちでやったりとか、すごくそのコーラスが進んできて途中で一旦減速してもっぺん加速し直そうかみたいな感じの時に使ったりしてますね。というわけで、これはだから4拍目でこう飛び乗るっていうのを原則にしましょうねっていうお話なんですね。でまずこれやる、そうするとこの休みどころがここほら2拍休めるでしょ、レガードが2拍休めるんですよ。でこれまずちょっとこの4段、この2段をまずやりたいんですけど、まずはこの2段に行く手前にこの3小節いったらここに行く、まあちょっと3小節の処理のためにこの裏の音って次スニアだったらいらなくなるんで、こういう風にします。だから 1,2,3,4 みたいな感じでちょっと演奏してみます。ちょっとゆっくりから 速度感がずっとキープされたまま手が休めるじゃないですか。でしかもこう対空してる感じがっていう感じがすごくこう細かい感じと、細かい速いな上にこう大きくバーンってジャンプする感じが乗っかるでしょ。これできたら、これが あっちこっちにこう入れれたら楽じゃないですか。これマックスウィッチもよく使ってるんですけど、あっ
ちこちに入れるとなんかこうフレーズ的に合いの手にもうまくなるし、これめちゃくちゃおすすめですね。だからこのこうやって書いてあって、これメルマガの人にはあのダウンロードするページに行きますので、これここねこう1234ってやるの、まずこれを覚える、もうこれを覚えるだけでフォービートすごい楽になりますからね。手が休まるということですね。で今度大きく取るのは3拍フレーズっていうのを取ります。これね、ゆっくりやると、ハイハットは結構、まあ、必需品です。速いテンポの時にこれなくなっちゃうともう戻れなくなっちゃうんで、これをずっと踏みようとします。そうするとこれね、なんかすごく複雑に見えるけど、こういうのってその3拍ですって6拍覚えればいいので、1,2,3,4 うどんちどち、両足左右左、うどんちどち、長くやってもこれが続くわけです。この6拍が繰り返された、このズレを覚えておけば3拍フレーズっていけるんですよ。これだからスタートが変わる、スタート変えてるんでね、どちどんちどち一緒でしょこれね。でこれもちどちどんちどちになるので、スタートが違うだけです。だから同じ3拍っていうのは同じループをずっと繰り返すことになる。要は6拍をやれば、3拍フレーズで6拍練習すればそれをひたすら繰り返してるだけなんですよ。だからめちゃくちゃみんな難しく考えがちだけど、6拍書き出せばいいんです。で書き出してちゃんとこの相関関係はちゃんと覚える。ここを雑にやってしまうと結局いつも3拍フレーズやるとなんかぎこちないってことになってしまうので、ここはしっかりやるってことですね。でこれをだから、右手、手はやるとさっきのタドーンタに戻ってくるでしょ。でこれをつなげると、右手めっちゃ休むとこいっぱいあるでしょ。でしかもこれ高速でやってもスピード感がキープされたままなんですよ。全然スピード感保ったまま、しかも大きくも捉えてて、この人すげえみたいな感じね。でこれ、はい、始まる場所変えます。だから最後の小節はちょっと帳尻合わせてるのね。3段目だけここの最後の処理このままでいけます。だってここ頭あるからね。だからここはシンバル映画の裏側があります。まずこれを覚えると、もうこれだけでシンバルレガートのコンピングはすごく楽になります。 むしろねマックスローチね、こればっかりやってますよ。チェロキーでね、こればっかりやってる。これがもうほとんど大半って言っても過言ではないから。ただマックスローチはやっぱすごくうまいので細かいフレーズが出てきます。要はこういう大枠を取った上で所々細かいのが聞こえるとうまく聞こえるわけですね。ちょっと言ってみましょう。で2ヒットっていうやつですね。2ヒットっていうのは1小節に2つ音が2つ入るってことね。2ヒットのプリント下に載せとくんで、この教材のね、ページ作っときますんで、メルマガまだの人登録してもらうと、すぐ、お届けされると思いますが、最初の頭の2つの音。で、これ最初の段の、ここからね、ここからこっちに行くと。辛いでここでも休むぜみたいな感じ。この3つですね、これタムに行ってもいい。で僕のフレーズは何でもそうですけど、フレーズは後半から始まります。3拍フレーズどうして合わせるんですかっていう質問もあったんで、これちょうど答えれると思うんですけど、ここの3拍フレーズ練習したでしょ。相手が3拍だなと思ったらその3拍にぴったり合わせる必要ないんです。例えばタッタータッターって相手がやり始めたら、タッター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 、要はタッタータッターでもいいし、タッター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 タッタ
要はそこを厳密に合わせようと思ってると間に合わないんですよ。要は3拍で歌ったな、俺もじゃあ3拍で自分のフレーズ歌っちゃおうみたいなイメージです。そうするとぴったりシンクロしたらおーってなるし、間に入ったらお入れ子になったみたいな楽しみがあるわけですよ。だから、まあ、相手のフレーズが自分の歌に影響を受けるってことですね。相手がやったからみんな同時に歌ってるんです。同時に歌ってこう言葉と違って相手が喋ったところの切れ目にはいとかうんとかっていうのはこれ言葉です。音楽の場合は相手のフレーズの上に重なりながらこう演奏、そうすると音が分厚くなって、でしかも相手のフレーズに相手がやったフレーズを影響を受けながらこっちで始まって誰かがこっちで受けてドーンって頭に向かうっていうのがここが面白いところなのね。だからフレーズは8小節、大体8小節すると次のところで要は元に戻るんで、そこに向かうんですよ。でこれは頭に向かうようにしてますが、シンコペーションにしても全然構わないんだけど、そこのパラグラフに向かって3拍フレーズを始めれば、そしたら自動的にドーンって当たってアンサンブル能力が生じるわけですね。だから細かいところでこう合わせなきゃって思ってたら全然合わないです。だから相手のフレーズが3拍だから、あ俺も3拍でいこうかな、これのねやってるうちに速度がだんだん速くなります。そうすると相手が瞬時に出た瞬間に3拍でいくので繋がっていくんですよ。でたとえ相手が終わってからでも3拍、あの人も3拍勝手に真似したんだな、頭で待ち合わせみたいな感じになるわけですね。だから、このように、世の教科書はですね、非常にこう前からフレーズをやろうとするんですけど、フレーズって演奏してて相手の影響を受けて途中から変化するんですよ。だから途中から変化する練習した方がいいんです。だから前半はレガート、そうするとレガートが安定するでしょ。だから最初の4小節はレガートを安定させるため、後半でフレーズが生まれてそれを頭に運ぶ感じです。これがものすごく実用的な練習です。こういうことを言う教科書ほとんどないんですけど、これ本当無料で出していいか、これ有料版ですよ本当にね。ですけど、まあいいんです。皆さんが、はい、すごくなんか良かったなと思った有料版を私のやつを買ってくれればいいだけの話なので、でこれ足でもやります。ワンツースしんどみたいな、足はちょっと難しい。じゃあ足は2つはちょっと難しいけど、これ前半足後半足、つまり2ヒットって2つあるから、スネアと和紙で歌おうと思ったら4種類できるってことね。だからね、最後ワンツーワンツースリーフォー、ちょっとバスロ1個つくこんなかな。まあまあというわけでですね、練習の仕方は分かっていただいたと思うんですけど、この2ヒットっていうのが要は2つの音符がいろいろずれていくとこ、これにいろいろ作ってあるんで、全ての要はまあドラムの練習って、楽器の練習ってそうなんですけど、アドリブの練習ってどうすればいいですかって、やったことのないパターンを消していくんですよ。だからひたすらこう教本、ドラムの教本ってそのスティックコントローラーもそうだけど、こう考えられる動きを全部考えて練習しとくっていう考え方なんですね。だからこれもそうで、2ヒットをこうやってやって、2ヒットのやり方はこう3つ、フレーズがなんか相手がたばだだってきたら、タタンタタンタタンダッターン頭だみたいな感じにしたら、こう相手のコンピングに対してこう受け答えをしている形になるわけです。こうやって覚えていくんですよ。だからね、皆さんね、これをここばっかりをね100回練習してで、やってるから、結局どこで使っていいか分かんなくなっちゃう。まあでも本当にセンスの人はこれ100回やって動きさえ覚えてしまえば勝手に体が歌が浮かんでるって感じなんですけど、実用的なのは最初の4小節っていうのは何もしない、フレーズは途中から発生して頭に向かっていくっていうことをちゃんと考えて練習しましょうね。これが僕の、そうですね、メソッドですね。これはなかなかやってる人はいないかなと思うんですけど、こういうのを音源とかに合わせてね、演奏すると非常にだんだんこう、ベースラインのことも気になったりとか、こういろんなところにこう微調整で合わせていけると思うんですけど、本当に超有料級の、メソッドだったと思いますが、これを無料のメールマガジンでこの譜面すらゲットしてしまえるということでございましてですね、というわけで、ファーストスイングの練習の仕方の、講座でございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で
ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします。3大特典もついておりますのでぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。